ということでメインフィーチャーアタック見ていきましょう。画面切り替わりました。いよいよラウンド8、まあ、先ほど申し上げた通りここまで残っている時点で本当にすごいことだというふうに思いますが、ここからもですね3敗目を喫すると、明日には残れないという形になります。大会を後にする。ただ勝ち越しがすでにもう決まっているというのが、武藤さん、これはすごいですよね。本当にすごいです、うん、これ参加してみてそれがすごく実感ができる。そして画面左側、呼ぶさんすげえという声が、はい、ということでまず梅村選手はお祭り温度のデッキのように見えます、はい、そして竹中選手、炎エネルギー、超エネルギー、ドローンチというところでドラパルト EX デッキではあるんですが、魔法 CV が入ってるんで、はい、おそらくですよ、はい、リザードン EX が動いてきてエネルギーをつけていくような形なんじゃないかなと思います、はい、ドラパルト EX と、リザードン EX の共闘と、はい、まあ、本当に純粋なリザードン EX のデッキなのであればかなりお祭り温度有利寄りかなとは思ったんですけど、はい、ドラパルト EX のファントムダイブがあるんで結構ね、お祭り温度のデッキたちの HP の小さいポケモンはうまく倒せそうです。さあバトル場、サルノリと人影手張りします、はい、まあ、最初に主人公がね選ぶ、ポケモンってこのままバンを返したか、高校最初の番です、サルノリ。でもですね、お祭り温度デッキは高校最初の番から大きなダメージを出してくる可能性はかなり低いので、まあ、大丈夫かなとは思いますね。まあできることなら、そうですね、仲良しポフィンなどでベンチにポケモンたちを展開したいところだったと思うんですが、はい、ひとまずエネルギーがついたのみという形になりました。これは梅村選手視点、リザードン EX が戦ってくる分には全然大丈夫なんですよ、リザードン EX の弱点が草で結構ね、神っちゅの技、友達の輪で、一発で倒せる、まあ、実質2発あのかけてはいるんですけど、はい、まあ、1回の番で倒せるっていうところはあるので、まあ、相手のドラメシアとか、はい、サポート役のポケモンが出なかったのは梅村選手にとってはかなり大きいですね、はい、うん、高校最初の番サポートはペパーです。まあ、ルミナスエネルギーも見えてるんですけど、これが炎エネルギーでもありつつ、超エネルギーにもなるみたいなところで採用されてるのかなと思いました、はい、そうですね。さあ武藤さんはどうでしょう、はい、このデッキタイプ2つね、はい、対戦の経験などそして今日対戦したかどうかなどはいかがですか。今日は対戦してないんですけど、はい、どちらのタイプのデッキも練習で戦って、そうですか、はい、すごくどっちも強いデッキなので、楽しみです、はい、そうですね、この非常にこのバチンキーがね、はい、かなり活躍しだすとね手がつけられないという印象もあります、はい、どんどん大鼓です。いいですね、もうまさにですね札幌ドームこの会場にですね太鼓を持ち込むことが許された唯一の存在であるバチンキーとでも言うべきでしょうか。まあ、自分のバトル場のバトルポケモンが特性お祭り温度を持っていますとほとんどこう、まあ、ピジョット EX の、ね、マハサーチのような、はい、自分の山札から好きなカードを1枚選び手札に加えることができます。強力ですよね、そしてバチンキーがいる分だけ毎回使えますから、まあ、2匹いれば2枚好きなカードを加えてこれますね、はい、すごい。さあ今ベンチにもポケモンが続々と集まってきています、はい、お祭りが始まるかどうか。そうですね、まずは展開していきたいですね、今ハイパーボールで浜田のバックアップが見えたんですけど、こちら、まあ、スタジアムを、ね、回収したりもできるんで、まあ、あのスタジアムお祭り会場が出ていることがこのお祭り温度デッキの、まあ、大事な部分ではありまして、お祭り会場が出ていると、お祭り温度のポケモンが技2回使えるんですよね、はい、なのでそこをまあ、あの相手に、ね、トラッシュされたりロストスイーパーでロストゾーンに置かれたりしたときに、まあ、トラッシュのスタジアムをしっかり戻す役割もありますし、まあ、ポケモンの道具とかエネルギーも戻せるんでかなり、ね、あの採用されているポケモンの道具とかも戻したりして結構エーススペックとかも気になったりしますね、うん、さあこの番はエボリューションを使って番を返していきました。少し悩みましたが、うんうんうん、サルノリオ進化よりもカジッチュカミッチュに進化、そしてビッパがビーダルへの進化を優先しました。そうですね、手札に、バチンキーにつながるカードがあったり、あとは、まあ、とにかく手札を補充しないと、どんどん、ね、相手に、まあ、盤面制圧されていくかもしれないというところでビーダル優先していきましたね。さあバンが返ってきまして緊急ボードを使ってサポートを使うか、いやここは緊急ボード一影につけました。さあナンジャモです。いや魔法 CV がサイドに見えたので一気に、ね、サイド2枚取りみたいなところはしづらそうに見えますね、さ
さあ今度はサポートがたくさん手札に来てしまったという形になります。ハイパーボールを使うにもペットさん、ちょっとトラッシュするカード悩みますね。はい、基本的に二進化ポケモンのポケモン EX、まあ、リザードン EX であったりこのドラパルト EX とかのデッキのハイパーボールのトラッシュっていうのはね、かなりねシビアなものになります、はい、結果としては学習装置とボスの指令、ボスの指令はまあひとまず手札に1枚あったんですが、まあ、どうでしょう、この先少し響いてくるかもしれません。ロトム V です。さあ武藤さん、このロトン V というポケモンもね、はい、武藤さんにとってもかなり活躍してくれたんじゃないでしょうか。はい、はい、そうですね、即席充電に何度お世話になったことか、この番の終わりにね、3枚カードを山札から引くというのが、ヨペツさん、これこの3枚大きいですよね。そうですね、でしかも二進化ポケモンたちのデッキだとより進化するためのハードルっていうのは上がってくるので、うん、不思議な飴が即席充電でくれば、まあ、ペパーの持ってくるグッズがハイパーボールになるとか、はい、結構ね そこのこう手札の、ね、選択肢を広げてくれますね。さあロトム V がバトル場に出て、そして即席充電です。まあ、人影を大事にしましたね。うん、さあここからどうでしょう、動いてくるでしょうか。進化しているポケモンは現状2匹、まだ会場には集まってきていません。スタジアム、お祭り会場を、まあ、配置したいところです。はい、そして今手札にシガロコが2枚見えたんですけど、ええ、このシガロコが進化するとベラカスになって、はい、特製の、ね、スフィアシールドというものがありまして、まあ、技のダメージ、技の効果どちらも、ね、ベンチポケモン、受けるのを防いでくれるので、うん、まあ、月光手裏剣とかも防げますし、はい、ドラパルト EX のファントムダイブで、まあ、乗るダメ感を防げるっていうのが大きそうですね。今回に関しましてはサイドではありましたがマホクシー、うん、まあ、こちらに有効そうですね、マオクシー V。 そうですね、こちらです、画面右側中段です。まあ、このマジカルファイヤーという技が、まあ、ベンチにも、ね、ダメージを与えてきますので、これも防いでくれるというのが、このベラガスということになります。さあキャンセルコロン、さあそのままキャンセルコロンは手札を減らすためにただ使っただけという形になりました。そうですね、この試合においてはそこまで重要そうではない。虫取りセットです。はい、山札上から7枚を見て2枚草ポケモンもしくは基本草エネルギー、ちょっとさあただそんなに見えなかったですね。草エネルギー1枚ぐらいかなっていうところでありますが、まあ、このデッキはだいたいデッキの3分の1ぐらいは草ポケモンプラス草エネルギーみたいな感じになるので結構当たるんですよね、虫取りセット、はい、なので非常に強力に働いてくれるグッズではあるんですが、ここはあまりヒットしませんでしたね。はい、ちょっと虫取りセットで捕まえられなかったということになりました。まあ、そしてまだスタジアムが出ていません。もう一度、うん、さあ虫取りチャンスという形になります。これは草ポケモンが出るでしょうか。バチンキーが来ると熱いけど、あ、そうですね、バチンキーに届かない。まあ、ここはカミッチュは見えています。カジッチュも見えていたでしょうか。そうですね、まあ、バチンキーは用意したいとは思いつつ、ただバチンキーの特性はですね、バトル場のポケモンが、お祭り温度を持つポケモンでなければ、まあ、使えないので、はい、まあ、現状では使えないんですよね。うんうんうん、さあまだちょっと時間がかかるでしょうか。高校2回目の番です。ここはベンチ5匹目のポケモンを置きました。さあカジッチを置いてこのままどうでしょう、番を返す右手の構えになっているでしょうか、それとも何かまた違うカード、緊急ボードが見えていますのでそれをポケモンにつけるかですかね。そうですね、ここはつけずにエネルギーをトラッシュして逃げていきました。サルノリです。さあこのまま友達の輪です。はい、自分のベンチポケモンの数かける20ですのでフル展開、まあ、100ダメージが入るということになりました。はい、ロトム V ということはお祭り会場が出ていれば倒すことはできたんですよ ね。いや、そこまで届かなかったのが少し悔やまれる。まあ、ただ心に100入れておくことがこのデッキにとっては本当に大きくて、はい、結構2回目のダメージ、1発目のダメージで相手のポケモンを倒したときに、はい、2回目のダメージを相手が、まあ、ロトム V とか、まあ、例えばピジョット EX とかで一旦受けてくるみたいなところがあるんですけど、これで100乗ったことによってロトム V でもう1回受けるみたいなのがしづらくなりましたね。うん、そうですね。さあそして武藤さん、はい、ここはこのですね、ちょっとお祭り会場まで届かなかったあと1枚というところでもありました。どうでしょう、対戦していてあと1枚届かないっていうことは今日ありました。もういっぱいありました。あ、そうですか。なかなかちょっとねそのあたりがね、非常に難しい部分でもありますが、そこを割り切って次の番に向けてまた考えていくという、はい、
そして頭をフル回転させ続ける選手たちです。ここまで5勝2敗同士、ロトム V に森の封印石がつきました、はい、そして不思議な雨でリザードン EX に進化です。これでエネルギーがついていくわけですね。煉獄支配エネルギーが3枚まで好きなようにつけることができます。これどうつけますか、はい、おドラメシアにもつけて、はい、まあそれぞれが動けるようにつけていきましたね、うん、そのどのポケモンを倒されてもということです。もう1枚エネルギーがつけばっていう状況ですね。さあ手札にもエネルギーあるでしょうか。ここは一度煉獄支配を使いましたので山札のシャッフルがあって、避けてますかねこれ。あどうでしょう、スリーブデッキシールドがちょっと避けているんじゃないかというような話もありましたが大丈夫そうです。まあ大丈夫です。さあベンチにここはロトム V に一つエネルギーをつけました。そのまま逃げていきます。リザードそうですね、ルミナスエネルギーがついてるんで技使えるんですよね。なので火炎で弱点込み100で倒していく、これうまいですよ。カミッチが燃えました。さあこのまま気絶、火炎によって気絶させてサイド1枚先行したのは竹中選手です、はい、竹中選手はこういった形でなるべくリザードン EX 以外のポケモンで相手のポケモンを倒していきたいです、はい、これ先行最初の番にルミナスエネルギーをつけていたことが結果としてはかなり大きかったですね、はい、そして前の番も緊急ボードつけて人影を、まあ、温存しておいたのでそこが完全に生きてますね、はい、さあ働く前歯です。3枚引いていきます。お祭り会場はまだ出てきていません。静かな盤面となっています。さあこの後賑やかなお祭りが始まっていくんでしょうか。ハイパーボールに手がかかる元気のハチマキ、そしてシガロコ、この2枚をトラッシュして、まあ、バチンキーをひとまずバチンキーに進化させたいというところですか。そうですね、バチンキーに今だったらどんどん大根使えるので、バチンキーにしていけるのであればそれが一番強いんじゃないかなと思います。さあミモザを使っていきました。サポートです、うん、ただこちら、カミッチュが、まあ、バトル場でこの番戦っていくと思うんですけど、次のアタッカーがまだ出てないんですよね。なのでカジッチュを置き直しておくっていうのも一つハードルとしてありそうです。攻撃を続けるとカジッチュ置きます。置けましたね。さあバチンキーに進化します。さあいよいよ始まります。いやミモザで結構強いですよ引いたのが、お祭り会場も出てくる。さあいよいよ太鼓の音がこの後聞こえてきます。いやかなりいい3枚引いたと思います。そうですね、カジッチュ出し直し、次のアタッカー の、まあ、あの準備もできましたし、はい、バチンキーにも慣れていてここからどんどん太鼓いきますね、さあ山札見ていきます。改めてまた、まあ、このロトン V の即席充電もそうですがミモザの3枚引くという効果が非常に強力。さあこのまま2回目のどんどん大鼓、まあ、この流れこう綺麗ですよね。バチンキでバチンキを持ってくると、はい、盤面を強くしながらもう1枚また好きなカード持ってこれるんですよね。そうですね。でしかもエーススペック今見えてサバイブギプスでした。あそうですか、はい、なのでカマナのバックアップの採用がさっき見えたと思うんですけど、サバイブギプスの使い直し、使い回しっていうのも考えられているかもしれません。ポケモンの道具が山札に戻っていく。さあそして友達のはこれでサイドがイーブンになりました。リザードが気絶ということになります。でしかもベラカスにサバイブギプスがついてるんですよ、はい、まあ、これによってベラカスから倒されて、後半に、ドラパルト EX のファントムダイブのダメ感がばらまくかれるみたいなところを防いでますね、はい、なるほど。もう先を見た動きと盤面作りということになります、はい、さあナンジャモです。ただこのナンジャモ手札にこう干渉されることに対してもバチンキーが2匹いることは呼び止めに強いわけですね。そうなんですよね、5枚に、まあ、なるはなるんですけど、その後ね好きなカード2枚持ってこれますから、はい、手札干渉にも強いですね。さあこの番のサポートはナンジャモ、そして少し考えます。もう落ち着いて盤面を見守る、そして、こちらルミナスエネルギーをを手札からもつけていきます。さあ仲良しポフィンです。まあ、このデッキに関しては、ポッポピジョットはいないというふうに見てよろしいですね。なさそうですね、うん、となりますとドラメシアと人影を増やしていくということになります。なので基本的にはこうサポート役となるようなポケモンがドロンチになっているような構築なのかなと思います。なるほど。さあ武藤さん、ここまでご覧になっていていかがでしょうか、はい、でもすごくどんどん大根
という技が私のデッキでいうマッハサーチみたいな感じで、すごく好きなカードをしかもその1ターンに何回でもバチンキーがいる分だけ持ってこれちゃうというのはすごく強いカードだなと思って見ていました。そうですね、決定的なマッハサーチとの違い、はい、マッハサーチというのはピジョット EX が2匹いても横田さん、マッハサーチ2回は使えないんですよね。そうなんですよね、特性 の, あの下の方に書いてあるんですけど、この番別のマッハサーチを使っていたなら使えないというところがあるんですが、どんどん大根は使えますね。はい、となるとやっぱり非常に盤面強くできるのがこのバチンキーということになりそうです。さあ竹中選手の番が続きます。この番が先行4回目の番、崩れたスタジアムです。これで1匹トラッシュ、これちょっと難しいですね。はい、そうですね、竹中選手は自分からダメージを負ったロトム V をトラッシュできたのがすごく大きいです。梅村選手は次のアタッカーとなるカジッチは落とせなくて、バチンキーかビーダルかみたいなところなんですけど、いや、はい、ただビーダルになりますか。はい、ビーダルがいれば終盤のね、ランジャモに対して、まあ、あの一旦ビーダルで引いてからバチンキーで好きなもの持ってくるみたいなのが強いんですけど、はい、ここはねバチンキーの方優先しましたね。はい、さあバーニングダンクが宣言されました。これでカジッチが、カミッチが気絶ということになります。サイドまた1枚取り進めます。今こういい形で崩れたスタジアムを置いていったんですが、武藤さんのデッキにも、崩れたスタジアム1枚入っていて、はい、結構こううまく使いこなすことができましたか今日は。そうですね、やっぱりロトム V やネオラント V は結構とあの気絶させられちゃうことが多いので、はい、サイド2枚取られないようにケアで入れていましたね。まさにその竹中選手も横田さん、この番 ロトン V をトラッシュに送れたというのは非常に、はい、強い動きでしたね。まあ、そうですね、100ダメージ受けて一旦受けたのをトラッシュできたっていうのも、まあ、相手のダメージを受け流せているので非常に強い動きだったと思います。でそれでいてお祭り会場もトラッシュできてますからね、はい、なので竹中選手は結構梅村選手に対して、はい、まあ、ハードルを課していった、まあ、いい番になったんじゃないかなと思います。そうですね、さあどんどん大根です。好きなカードを1枚手札に加えることになります。すごい、ここは現状そうですね、スタジアムも新たにお祭り会場にしたいところ。そうですね、次のカジッチュお祭り会場エネルギーみたいなところはハードルになってます。そうですね、そうなるとやはりビーダルが恋しくなってきますね。ただね、他のポケモントラッシュできませんからね、なかなか。はい、さあ商品いいですね。これで崩れたスタジアムがなくなりまして、ベンチに5匹目のポケモンを置くことができます。さあここはただその後続、まずは、ベンチに置いていかなければいけないということで、カジッチを。そうですね、さあさらにもう1匹置くかどうか。もう1匹置けると、この番の友達の輪がリザードン EX を倒した後100ダメージをベンチポケモンどれかに与えられるんで、はい、これは大きいですよ。絶対に100ダメージで倒せるポケモンしか竹中選手のベンチポケモンにいないので。そうですね、耐えるということができません。すでに3枚サイドを取ることが見えているという状況になります。さらに手札に干渉もして、さあまたもう1回どんどん大根の権利が残っています。バチンキー2匹目、好きなカード、これはちょっとどうでしょう、何のカードを持ってきそうですかね。まあ、エネルギーがなければエネルギーにはなるかなと思うんですが、あ、ごめんなさい、あ、はい、まあ、そのカミッチの、ね、今横に置いたというところを見るとどうでしょう、エネルギーかもしれません、うん、そうですね、もしエネルギーがあるのであればすごい釣り竿とか使って、まあ、結構ねトラッシュにカジッチカミッチ行ってるようにも見えるので、はい、っていうところもありだったんですが、さあ友達の輪が広がります。2度目、はい、ドラメシア、さあこのまま3枚を取りました。これで残りのサイド梅村選手は残り2枚という形になりました、はい、まあ、これ弱点というのも非常に強いですが、いや、武藤さん、ここまでこのデッキに関してはかなりやはりこう展開力ありますね。いや、すごいですね、なんかやっぱり友達いっぱいいた方がいいんだなと思いました。そうですね、友達をいっぱい作って、はい、さらにですね攻撃を加えていく、2回攻撃できるというのも大きい、はい、強いですね。さあここ逆にです、ここからの、まあ、逆転を目指さなければいけないという形になりました。はい、ドロンチは残ったのでドラパルト EX にもなれそうっていうところで、ルミナスエネルギーもある、じゃあ技まではいけるんですけど、ベラカスが強いんですよね。はい、はい、ファントムダイブのダメカン6個乗せるっていうのをベンチポケモンに乗せるのを防いでくれてます。
もうケアしている画面左側表示されていますベラガスのスフィアシールド、まあもうバリアが張ってあるというような状態になっています。このポケモンがいる限り自分のベンチのポケモン全員は相手のポケモンのからの技のダメージやさらには効果も受けない、しかも、まあ、種ポケモン限定であったりとかそういうこともないですので、ドラパルト EX のファントムダイブのダメ感を乗せる効果を無効化してくれるのがベラカスです。はい、はい、さあここペパーですか、はい、ペパーですね、アンフェアスタンプですね、エススペックのカードアンフェアスタンプでしたね、うん、ただこのアンフェアスタンプに対してもどんどん太鼓が強いというのが、うん、まさに、梅村選手、さあ互いにですね手札が山札に戻ります。そのまま竹中選手は5枚を引き、梅村選手は2枚を引きます。これ武藤さん、あのアンフェアスタンプ、はい、これ、はい、グッズっていうのが強いですね。本当に強いです、うん、しかもこの盤面でのアンフェアスタンプすごく強そうです、はい、そうですね、はい、からですね、まあ、5枚引いていきますので、呼び地さんさらにこちらとしては展開していきたいハイパーボール、はい、そうですね、まあ、お祭り会場トラッシュっていうところもできるのであればやりたいんですけど、崩れたスタジアムがもう見えていて、結構ねリザードン EX デッキ、しかもこれドラパルト EX と組んでて、結構ねデッキの枠スタジアム複数枚入れられるスペースはないのかなと思うので、お祭り会場トラッシュがきつそうですね。そうですね、さあハイパーボールで捕まえてきたのはドロンチ、そのまま進化していきます。さあ逆転に向けた偵察指令、上から山札の2枚見ていきます。さあすぐさま選んでいきました、エネルギーだったでしょうか、そのままファントムダイブ、まあ、これでですねカミッチは気絶させることができてサイドも1枚取れるんですが、ただダメ感を乗せる効果は効きません。強い、そのまま一旦ベラガスを、バトル場に送っていきました、まあ、サバイブキブスついていますので一発は攻撃耐えられるという判断でしょうか、いやサイコキネシスを使っていく、70ダメージ、このまま70ダメージという声がありました。相手のバトルポケモンに2つのエネルギーついています、プラス10というダメージ数ですので70のダメ感も乗せました、これにはヨペテさんどんな意味合いというかあると思われますか。そうですね、どちらにせよこの番は、カミッチュで攻撃しても一発で倒すことはできない、はい、相手ではあったので、まあ、そこを絶対に1回耐えてくれそうなポケモンで一旦ダメージを与えに行ったというところだと思うんですけど、はい、まあ、あとはやっぱりカジッチュの出し直しにバチンキーの、どんどん太鼓を使いたかったっていうところは一つありそうですね。なるほど、うん、あとはカミッチュがどうだろう、でも山札にいるんですかね、いないかもしれない、うん、さあこれで一発耐えることになりました。ファントムダイブ、そして虫取りセットです。竹中選手の、手札にはフトゥー博士のシナリオというカードもありましたが、一旦こうドラパルトで、ダメージを、まだ次の番もこれ耐えてくれるだろうというようなところだったでしょうか、はい、HP が今250残ってるんですけど、250っていうダメージラインはなかなか、カミッチュ側からすると出せない、そうです、最大200、100っていう200ダメージになるの で、はい、で今負けん気ハチマキが働くような状況にもなってないので、一旦耐えてくれるだろうというところで、まあ、温存しましたね。エーススペックに関してもサバイブギブスついていますので、マキシマベルトではないので耐えてくれるだろうという判断、そしてカミチに進化しまして、カミチに進化しまして、どんどん太鼓、そうですね、一つ好きなカード、ハマナのバックアップ選んでいっているのが見えました、うん、まあ、唯一、スグリが入っ、おわー見えた、あー、スグリが入っているのであれば、はい、カミッチュで、プラス30することによって、130、130、260っていうのは目指せたりはするんですけど、ここはハマナのバックアップで、そうですね、この番は、基本草エネルギー、そしてサバイブギブスもう一回使っていこうと、これは竹中選手側にとっては非常に厄介ですよね、このサバイブギブスがもう一回使われるというのは、うね、こうやって使い直しができるっていうのがもう強いですよね、ハマナのバックアップ、さらにこのどんどん太鼓ですよね。さあここはただこの進化をさせていきます。さあこれで終了です。このまま番も返しました。技を使いますエネルギーが、あ、そうか、エネルギー、ないんですね、基本草エネルギー、うん、ですので浜名のバックアップで山札に戻したと、だからすぐりで勝ちはまだできなかったっていう形ですよね、次の番でそれが叶うことはありそうです。
武藤さん、かなり高度な戦いになってきましたね。すごいですすごい、エーススペック2回使えちゃうの強力すぎますね。そうですね、浜名のバックアップというカードはここに来てエーススペックの登場によって、非常に有効な使い方が増えてきているカードです。さあこれでまたイーブンになります。ファントムダイブ、ドラパルト EX が飛び込んでサイドの枚数残り2枚ずつ。ただ一方でここで勝ちを横地さん決めに行きますか、梅村選手は。そうですね、ここでエネルギーは加わったんですが、もう1匹ポケモンを出すっていうのがハードルで、これもどんどん太鼓で叶いましたね。はい、さあカビッチュ、カジッチュがさあフル展開、友達のはすぐにです。プラスの30、130×130、130+130、2回の攻撃が入りました。ドラパルト EX 気絶、2枚のサイドを取り切りました。バチンキー、カミッチとともにお祭り会場で勝利を挙げました。